はい、皆様おはようございます。お元気でしょうか。もうね、本当に暑くて暑くてね、夏バテなどしていらっしゃらないでしょうか。そんな時にね、うってつけの、本日お料理になっております。ガーリックチャーハンですね。はい、まずね、まあ、ひき肉でも豚こまでも豚バラでもね、まあ、豚肉をちょっとね、ややちっちゃめに切ってください。まあ、別にチャーシューでもいいんですがね、この豚肉使った方がガーリックチャーハンね、実はね、美味しくいただけますんでね、ちょっとやってみてくださいませ。はい、そうしましたらですね、この豚肉ですね、はい、豚肉をボウルの中にガッツンですね、ガッツンガッツンツリリンコと入れてください。はい、そして、ニンニクですね、まあ、このまま丸ごとね入れてしまってもよろしいかと思いますが、まあ、適当なね、大きさに切ります。で、量なんですが、好きな方はね、もうガッツンガッツンパリリンリンとね、入れちゃってください。まあ後でね、結構ホクホクになりますんでね、そんなにちっちゃくね、みじん切りにしないでも大丈夫だと思います。はい、もうこんな俺入れちゃって大丈夫かよお前、昼間なのにみたいなね、私お客さんの前にほとんどね姿を出しませんので、ね、昼からニンニク食べても OKOK でございます。はい、そしてね、豚肉と一緒のボウルですね、この中にニンニクを入れてくださいませ。はい、そしてこのボウルの中にですね、このお醤油ですね、お醤油、お醤油の量はですね、この豚肉ありますよね、この豚肉の倍の量お醤油入れちゃってください。だんだんだんちょっとね多いんじゃないのと思うかもしれませんが、このぐらい入れちゃってね、大丈夫です。はい、そしてここにねごま油を2回しぐらいですね。はい、そしてここに、味の素少々ね、味の素入れちゃってください。少々入りました。あとはね、このガッツンガッツンツリリンコですね、はい、揉み込みます。でよくね揉み込んでくださいね、この時にねお肉とお肉がこう剥がれるような感じでね、お願いいたします。はい、下準備が終わりましたんでね、チャーハンの方を作っていきたいと思います。それではね調理に入りたいと思います。まずフライパンにですね、ちょっとやや多めのね油を引いてくださいませ。はい、そしてね今揉み込んだニンニクと豚肉ですね、はい、これをね、静かに投入でございます。はい、そしてね火の方はね強火で OKOK でございます。そしてこのお肉にですね、火が通るのを待って、ご飯を入れて炒めてまいります。はい、お肉に火が通る間にですねご飯の準備でございます。お茶碗にですね、白麺紙ですね、はい、そこに、卵をパッツンパリリンロンと、はい、あとはね、これを軽くねあんまりぐちゃぐちゃにやらないでくださいね、軽くね混ぜて、卵をこれに醤油かけて卵かけご飯食えんじゃねえのみたいなね、はい、この程度で OKOK でございます。はい、お肉にね、火が通りました。そしてニンニクにもね、だいぶ火が通っております。はい、お分かりになりますけど、このね、油上品じゃないですかね、これがね、いい味になりますのでね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、ここに先ほどの卵かけご飯ですね、はい、これをバーンね、はい、入れちゃってください。はい、そうしましたら、あとはね、これを耐熱をね、お好み焼きを作る要領でね、伸ばしてくださいませ。はい、そしてここにですね、刻んだおネギですね。はい、おネギをすっぽんすっぽんすこるば、2分間ですね。はい、そしてさらにここに、ブラックペッピーですね。ブラックペッピーね、スパイシーなのは好きな方は多めに。私スパイシーなの嫌いなよって方はね、少し入れないとちょっとねチャーハンの味になりますので、少しだけ入れてくださいませ。はい、そしてここでね、すぐにかき混ぜません。ちょっとね時間を置きます。まあ30秒ぐらいですか、30秒ぐらい、ね、お好み焼きと一緒でございます。そしたらね下の卵はですね、固まった頃なんでね、はい、お分かりになりますよ、こんな感じですね。はい、こんな感じになったのを待って、また混ぜ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 にこしてください。はい、そしてまたここでね、30秒ぐらい焼いてくださいませ。30秒ぐらいね経ちました。そしたらね、まあ、あとは普通のチャーハンとしてもね、卵が黄色くなっているのが分かりますでしょうか。もうねこれでご飯の方に、卵がコーティングされた状態になっております。
そうよね、まんべんなくご飯も切れるとか、まあ、集まる感じでね、お願いいたします。はい、ちょっとまあ味付けどうもいらねえのかよね、感じでございますが、最初にね、醤油をね、多めに入れた。あ、またもやバーナーに iPhone を近づけすぎて、フラッシュも使えねえぞみたいなね、ああで余計にもっと暗くなっております。お刺しが出てしまいました。ちょっとね炒めていきたいと思います。はい、ガーリックチャーハンの方がね、ほぼ完成に近づいてまいりました。はい、もうねご飯の汁のところが、ほぼね、混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜんかでね、はい、全部お醤油色に染まりました。これで完成でございます。それではね器の方に盛り付けて食していきたいと思います。はい、ご家庭で大きいお玉がね、あるお家は、よろしいかと思いますが、あの中華料理屋さんみたいなね大きいお玉がないお家ね、卵かけご飯の入っていた、器にね、これを戻してください。はい、こんな感じで戻して戻して戻しりんこですね。はい、そうしましたらここねペッタンペッタンペッタンとやってひっくり返すだけでございます。はい、それではね、こちらの器にこれをひっくり返すだけです。パン、はい、いかがでしょうか。はい、そしてね、紅生姜を添えてガーリックチャーハン完成でございます。それではテーブルの方に運んで食していきたいと思います。いい香りです。はい、テーブルの方にですねガーリックチャーハン運んでまいりました。それではねいただいてみたいと思います。もうニンニクたっぷりですね。もうお分かりになりますでしょうか。いただきます。うん、うまい。うん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 、このお肉についたねこのお醤油の香ばしい味ですね。はい、そしてねそれと一緒に炒めたニンニクの味、ホクホクですね。いただきます。うまいです。うん、最高最高最高ではございませんか。うん、この夏はねやっぱこういうのを食べて、乗り切りたいと思います。いただきます。うん、うん、うまい。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかないとご視聴誠にありがとうございました。本日はねまたチャーハンかよと思われるかもしれませんが、この夏を乗り切ろうぜガーリックチャーハン大作戦ということでね、ガーリックチャーハンの作り方これを動画にしてみました。それでは失礼いたします。うまいです。ガーリックチャーハン。